9日間の本場所、それを3つに分ければ中盤戦に入る4日目です。北海道札幌から実況中継でお送りをしてまいります。実況はいつもの通り私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。さあ、この牛乳パックで上相撲界は今や2人の横綱が中心という状況になっております。今場所も初日から3連勝、盤石の相撲という感じ。中盤以降動きがあるんでしょうか。ルールはご覧のようになっています。4日目、十両の取り組みです。牛乳パックで紙相撲、平成27年9月10月場所、これより4日目十両の取り組みであります。羽子板 3D1 に淡路島新鮮魚の海、西方羽子板 3D1、 東十両5枚目、埼玉県出身春日部部屋、東方淡路島新鮮魚の海、東十両3枚目、兵庫県出身西日本ハンバーガー協会部屋、これより十両の取り組みであります。4日目の十両です。左の淡路島新鮮魚の海は初日から2連勝、十両は9日間のうち各力士が5番相撲を取ります。3勝以上で勝ち越しですので、2連勝となればあと1つで勝ち越し。羽子板 3D1 は1勝1敗です。引き技があります。淡路島新鮮魚の海、羽子板 3D1 がこちらも引いていく、あるいは投げなどもありますが、今日はどうか。4日目十両最初の一番、制限時間いっぱいです。よしみやっていけ、ぶつかりました。距離を取る、距離を取って、うんと突き倒した。際どいが羽子板 3D1 に軍配、物言い、物言いです。勝負審判元横綱キリダンサーです。先に淡路島が足が出たかなと。そうですか、左足ちょっとこちらから確認ができないです。左足が先に出てました。わかりました、はい、ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配は羽子板 3D1 に上がりましたが、淡路島新鮮魚の海の足が先に出ており、軍配通り羽子板 3D1 の勝ちといたします。羽子板 3D1、 ただいまの決まり手は突き出し、突き出して羽子板 3D1 の勝ち。際どい相撲ではありました。まあ豪快な相撲になりましたね。羽子板 3D1 勝って2勝1敗敗れて、淡路島新鮮魚の海は2勝1敗です。菅沼ダルマッシュに竹里団地関、西方菅沼ダルマッシュ、西十両2枚目、静岡県出身アンビック部屋、東方竹里団地関、西十両6枚目、埼玉県出身春日部部屋。0勝1敗同士、両者2番目の相撲です。距離を取ることがあります。竹里団地関、菅沼ダルマッシュは浴びせがあります。制限時間いっぱいです。よし見合って距離の腕、ぶつかりました。組み合って距離を取ってということになって、突き倒し、竹里団地関の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して竹里団地関の勝ち。ここはベテランらしい相撲となりましたね。そうですね、吹っ飛んできましたね菅沼ダルマッシュ。竹里団地関勝って1勝1敗敗れて、菅沼ダルマッシュ2連敗です。心臓人間札幌に備中神楽、西方心臓人間札幌、西十両筆頭、札幌市出身タック部屋、東方備中神楽、東十両7枚目、岡山県出身ほぼピン部屋。1勝1敗の心臓人間札幌と0勝1敗備中神楽です。押し合いになるか。心臓人間札幌は俵渡りもあります。制限時間いっぱいです。よしみやって気合いのでぶつかりました。押し込むのは備中神楽、下がった。突き出しは心臓人間札幌の勝ち。
ただいまの決まり手は突き出し、突き出して心臓人間札幌の勝ち。両者が下がる相撲でしたけど、備中神楽に粘りがありませんね。そうですね、まあ心臓人間札幌は俵渡り行ったんですけども、ちょっと備中神楽は出るだけ出てしまいましたね。心臓人間札幌2勝1敗白星先行、敗れて備中神楽は2連敗です。千歳マンに駿河よし。西方千歳マン、西十両5枚目、千歳市出身千歳部屋。東方駿河よし、東十両筆頭、静岡県出身アンビック部屋。十両最後の一番であります。1勝1敗駿河よし、0勝1敗千歳マンです。駿河よしは突き押しあるいは足をかけることもあります。千歳マンは浴びせがあります。十両は最後の一番、制限時間いっぱいです。よしみやっていけないのでぶつかりました。おっと、はたいたかどうか、よし、いや残しているかどうか、残していますが、はたいています。駿河よしの勝ち。ただいまの決まり手ははたき込み、はたき込んで駿河よしの勝ち。千歳マン浴びせに行ったんですけれども、かわされてしまいましたね。そうですね、まあ、ひょっとすると今のは途中相撲止まりましたけど、その時点で左手がついてたかもしれません ね、 そうですね、ついてバウンドして残ってたかもしれませんがいずれにしても勝ったのは駿河よし2勝1敗、敗れて千歳マン0勝2敗です。西方より三役力士土俵入りであります。さあ三役力士が登場します。西方三役土俵入り、先導は小結び議員屏風、室蘭出身室蘭部屋。帰り三役議員屏風、初日からの3連敗、今日は大平川山との小結び同士の一番です。最後は関脇とっかり大将、室蘭出身室蘭部屋。3連勝とっかり大将、さあ大関へ向けてという大事な中盤戦です。では館内の皆さんも一緒によいしょの掛け声をお願いします。せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょ、この野郎優勝します。優勝宣言でしょうか、とっかり大将です。変わって東方三役土俵入り、先導は小結大平川山、栃木県出身春日部部屋。返り三役で迎えた今場所3連敗、今日は銀屏風との取り組みです。関脇魚雷イルカ池、愛知県出身愛知部屋。2勝1敗、今日はティコツーミとの取り組みです。最後は大関後楽園、岡山県出身春日部部屋。2勝1敗、危ない相撲もありましたが、ここまでは白星先行、今日は江戸みどりとの取り組みです。ではまた一緒に優勝の掛け声をお願いします。せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょ、この野郎後楽園遊園地で爆弾優勝。三役土俵入りでございました。なお先ほど十両の取り組みありましたが、4日目を終わって十両2連勝で小山軍曹ただ一人が連勝という状況、その他2勝1敗で駿河吉心臓人間札幌、淡路島新鮮魚の海羽子板 3D1、 この辺りが2勝1敗、その他1勝1敗の力士もいますので、ここまでのところは大混戦という、そういった展開十両です。さあでは中入り、4日目は必殺技紹介です。今回は5回目を迎えますけれども、必殺技紹介、魚雷イルカ池の掛け投げ、これを紹介したいと思います。小兵力士の魚雷イルカ池、まあイゾリがね、こういう力士だと得意とする力士は多いですけども、この魚雷イルカ池に関しては足をかけての掛け投げという技も時折見せることがあります。では今日は必殺技紹介、そちらの掛け投げご覧いただきましょう。音声も交えて紹介しましょうかね。さあ
てますでしょうか。はい、ではお送りします。制限時間いっぱい。よしみやっていきょい。ぶつかりました。流れ外掛けかカスカビアン、足をかけていく魚雷イルカ池、浴びせがどうか、イゴリです。魚雷イルカ池の勝ち。ただいま泣きいっぱい。よしみやっていきょい。ぶつかりました。立ち合いは五分です。足をかけに行くか魚雷イルカ池、金屏風が前に出られません。引き落とし、魚雷イルカ池の勝ち。という掛け投げ、まあ、非常に特徴的で、今までこれ6年間の中でもね、こういう力士、掛け投げを得意とする力士は他にもいなかったわけですけどね。まあそうですね、同じ小兵だったとしてもこれだけ平らに、そして足に集中していけそうな力士っていうのはなかなかいなかったので、はい、まあこれに対してどう対処するかっていうのは今みんな稽古中でしょうね。そうですね、鮮やかですね。内掛けというよりもね、自らの足も犠牲にしつつ投げに行くわけですから、もう体勢も自分も傾くんですよね。はい、これ私も実況の中で引き落としと思わず言っておりますけれども、一瞬何の技だろうって思うぐらいな、そういった技であります。今日は魚雷イルカ池の掛け投げ紹介しました。愛知県出身力士でもありましてね、我々愛知県に行きまして、我々交流会に行くときに一つの楽しみっていうのが、あの現地のね、この牛乳パックで紙相撲のファンの方とお会いするっていうのが一つの楽しみで ね、うん、そうですね、今回もこの魚雷イルカ池の親方に会えますね。はい、そうですね、やっと、お会いできるの本当楽しみですよね。親方親子でね、力士を作ってくれておりますけれども、はい、初めてこの会場でお会いすることができるということで、しかも会場の中ではね、あのお手伝いしてもらう予定でね、やっぱりあの関脇を作った、うん、あの親方ですから、我々よりも、はい、つまりはすごいんですよ。そうですね、ね、はい、あのノウハウを知ってるはずなんですよ。そうですね、なのであのそういう意味で作り方などもね、あの我々もちょっと 横耳で聞きながらちょっとね、あの耳を澄ましながらね、はい、してみようかなと思いますけれどもあ、なんかこういう風に言ってるんだな、じゃあこうやったら強いらしいよって言おうかなと思いますけれどもね。というわけで名古屋場所交流会、ご覧のようになっています。10月の3日と4日の開催です。ぜひぜひ会場でお待ちしております。もちろんもうすでに参加している親方の皆様もね、遊びにいらしていただければと思います。はい、せっかくなんでね、お会いできればななんて思っておりますので、よろしくお願いします。まあ終わった後でちょっとね、皆さんと一緒にね、お食事とかもできればいいですしね、そうですね、ね、緩い感じでぜひお願いいたします。視聴者ファンディング、こちらご支援もお待ちしています。愛知県の交流会のこちらご支援としてもまだまだ受付をしています。ぜひよろしくお願いいたします。基本ルールです。まあ、しこ名がね、地域にちなんだものを含めていただくっていうのは、まあ地域間交流にもつながるし、 PR にもつながっていくかと思います。年齢の概念もあります。さまざまな時代の移り変わりもありました。その新世代の力士も募集します。今回10月の20日火曜日の必着です。お待ちしております。ガイドブックの中には型番もダウンロードができます。簡単に作れますのでぜひ使ってみてください。新しいものももうこの生放送の日の週の中ではアップできるかと思います。お楽しみに。そして今日は、生放送中、そしてあの録画ご覧の方もぜひ、館内の声募集中、タイムライン館内の声募集中、力士のパフォーマンスで好きなのはということで募集をしております。ぜひ、好きなパフォーマンスありましたらお寄せください。これまでもね、もういくつかありましてね、ちょっとシュールなやつではね、力士が土俵の外に転げ落ちて消えた時に残念そうな海坊主さんの思いが視聴者に全く伝わらないという展開そうです ね、これは本当は伝えたいんですけど、まだ一度も皆さんにお見せしたことがないので ね、その土俵の下の
映像、これはね逆にご覧いただけるともう僕の気持ちは分かっていただけるはずなので、この気持ちをずっと悶々と引きずっていきたいと思います。あとインタビュー中いつもお肉としか答えないティコツーミですが、お肉ってやつですね届いております、ありがとうございます。ぜひその他も好きなパフォーマンスありましたらお寄せください。今日力士もねたくさんパフォーマンスをしてくれるかと思います。さあ幕の内の取り組みが始まります。牛乳パックで紙相撲、平成27年9月10月場所、これより4日目幕の内の取り組みであります。水戸千葉に桜地バッタ、西方水戸千葉、西前頭16枚目、茨城県出身、茨城部屋。東方桜地バッタ、東前頭15枚目、鹿児島県出身、鹿児島部屋。これより幕の内の取り組みであります。背中がグーッ、この背中が来るも一つのパフォーマンスです。かなり定着もしてきましたけどね。そうですね、ただ背中が来る技がなかなか出せてないですけどね。最近見ないですね。見ないですね、はい、すっかり普通の力士になってきましたけども さあ一気の押し相撲、桜地バッタ新入幕は1勝2敗、水戸千葉1勝2敗は背中がくるっと回っていきます。今日はどうか、幕の内の相撲です。制限時間いっぱい、よしみやって強引のことぶつかりました。一気に出るか、抑え込んだ水戸千葉、しかし出るのは桜地バッタです。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して桜地バッタの勝ち。最後まで押し込みました。吹っ飛びますね、いいですね。最近は相撲の中で吹っ飛ぶ力士増えましたね。増えましたね。これは何の暗示なんでしょうね。桜地バッタ勝って2勝2敗敗れて水戸千葉1勝3敗、海坊主さんが言うね、推奨する紙相撲ジャンプ、これを存続させてくれという力士からの願いなんでしょうか。高畑不動明式神残機にに清水ロケット、西方高畑不動明式神残機に、西前頭13枚目、東京都出身、ほぼピンベーヤ。東方清水ロケット、西前頭15枚目、清水町出身、清水町ベーヤ。3 2 1 0、これ急にあれですよね。そうですね、やりだしたやつですね。館内の声、力士のパフォーマンスで好きなのはっていうのを募集しだした途端ですよね。そうですね、やり始めましたね。やり始めましたね狙ってますね必死ですね必死ですね。まあ成績もこれ必死にならないといけませんね。そうですね、だからあらゆる角度からちょっととりあえずいろいろ必死になってるってことですね。清水ロケット2勝1敗、これ番付的にもう下2枚しかありません。危ない。高畑不動明式神残機には3連勝です。まあこの辺りの位置ですと負け越すとね、来場所幕内から十両に、あるいはさらにその下トーナメントに落ちてしまうという可能性が出てきてしまいます。押し合いでしょうか。過去の対戦は5対1残機にリードという対戦成績です。制限時間いっぱい、よしみやって強引のことぶつかりました。押し合い、出るな清水ロケット、清水ロケットが出る、突き倒しは清水ロケットの勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して清水ロケットの勝ち。積極的な相撲でした。なんとか押し切りましたね。勝って清水ロケット3勝1敗高畑不動明式神残機に敗れて3勝1敗です。郡山奈々ちゃんに江ノ電丸、西方郡山奈々ちゃん、東前頭17枚目、福島県出身、福島部屋。東方江ノ電丸、東前頭13枚目、神奈川県出身、神奈川部屋。キシャキシャシュッポ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 ポ、僕らを乗せてシュッポシュッポシュッポポ、僕らを乗せてシュッポシュッポシュッポポ、勝手に結びの一番にしないでください検証を勝手に出さないでください
懸賞を味方につけたのは初めてですね。あのこれに懸賞かかってるわけじゃないですよね。かかってないですね。多分ね、うん、まあね、すべての一番一番に懸賞がつくようになれば、はい、牛乳パックで紙相撲もいいですけど、そうですね、ね、かなり潤ってくるんでしょうけれどもいろいろとね、そのためにもお願いしまーす。お願いします。そういう問題なのかわからないです。さあ、江ノ電丸と郡山奈々ちゃん、江ノ電丸1勝2敗、郡山奈々ちゃんは初日からの3連敗です。新入幕の郡山奈々ちゃんはまだ白星がありません。新入幕一気に前に出るか江ノ電丸。制限時間いっぱい、よしみやっていきょういのぶつかりました。引き落とし、江ノ電丸の勝ち。ただいまの決まり手は上手投げ、上手投げで江ノ電丸の勝ち。決まり手上手投げです。新しいパフォーマンスできてから2連勝ですねこれね。そうですね、調子いいんじゃないですかこれ。気持ちも明るいんでしょうかねやはり、うん、江ノ電丸勝って2勝2敗、敗れて郡山奈々ちゃんは4連敗と新入幕苦しんでいます。湘南トカゲに野田 R2D2 飛ばした。西方カスカビアン、西前頭12枚目、埼玉県出身ほぼピンベイヤ。東方シノロの星、東前頭16枚目、札幌市出身シノロベイヤ。シノロの星、初日から黒星が続いて3連敗、カスカビアンは1勝2敗です。回しを掴んで寄っていくかカスカビアン、シノロの星は鼻を使えるかというところです。過去は3対2カスカビアンがリードという6度目の対戦です。制限時間いっぱい、よしみやっていきょういのぶぶつかりました。距離を取った、のぐだひじと音、土俵際どうか、際どい、残している、どうか、カスカビアンに軍配です。ただいまの取り組みはシノロの星に踏み出しがありましたのでカスカビアンの勝ちであります。両者ともに離れてしまいましたけれどもね。そうですね、シノロの星もちょっと元気がないですね。そうですね、勝ったのはカスカビアン2勝2敗です。シノロの星敗れて初日からの4連敗となってしまいました。湘南トカゲに野田 R2D2、 西方湘南トカゲ、西前頭11枚目、神奈川県出身神奈川部屋。東方野田 R2D2、 東前頭14枚目、千葉県出身春日部部屋。ウェディビジュン、ウェディビジュン、迷子をでやめープン。まあ両者パフォーマンスをする力士ですね。そうですね、左は野田 R2D2 2勝1敗、湘南トカゲ1勝2敗です。浴びせがあるか湘南トカゲ。野田 R2D2 はこちらも前に行く相撲がありますが今日はどうか。制限時間いっぱい、両者やっていきょうぶつかりました。浴びせ倒しは湘南トカゲの勝ち。一応物言い、物言いです。勝負審判は元横綱タックです。タックウィン、ふざけないでください。すいません、ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配は湘南トカゲに上がりましたが、今のは確認のための競技でありまして、湘南トカゲの体が土俵についているのではないかということで競技いたしましたが、ついておりませんので軍配通り湘南トカゲの勝ちであります。タックウィン、ふざけないでください。ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒して湘南トカゲの勝ち。湘南トカゲ勝っています。やっぱり土俵の外に出すパワフルな相撲が多いですね。いいですよ。
湘南トカゲ勝って2勝2敗星を五分に戻しました。敗れてノダール 2D2 も2勝2敗となっています。与一山に一式はじめ。西方与一山、西前頭10枚目与一町出身大久海部屋。東方一式はじめ、西前頭14枚目静岡県出身アンビック部屋。メンチ切ってんじゃねえよ。おお、久しぶりに見ましたね。もうインタビューでしか聞けないですからね。優勝インタビューとかでもね、はい、この言葉ありましたね。皆さん知ってますでしょうか。与一山はかつて幕内最高優勝もしたことがあります。平幕優勝でした。それだけにね、与一山は三役の生活も長かったですから。そうですね、この10枚目って番付で見るのも寂しいですね。ちょっともっと力強い浴びせ見たいですね。まあ特にこの10枚目この辺りだと優勝戦線絡んでもおかしくないような力士ではあるんですけど、与一山ももう33歳になりました。2勝1敗一式はじめ2勝1敗です。浴びせがあるか与一山、一式はじめは潜り込んでいけるか。制限時間いっぱい、両者見合って今日のぐらいぶつかりました。距離を取って浴びせは下手出し投げです。一式はじめの勝ち。ただいまの決まり手は下手出し投げ、下手出し投げで一式はじめの勝ち。ちょっと恥ずかしい体勢ですねこれね。そうですね、攻めては行ったんですけれども ね、 そうですね。勝ったのは一式はじめ3勝1敗、与一山敗れて2勝2敗です。高尾さんにナース藤曲がり。西方高尾さん、東前頭12枚目東京都出身春日部部屋。東方ナース藤曲がり、東前頭9枚目静岡県出身アンビック部屋。2勝1敗同士です。3日目でしたっけね、あのナース藤曲がりが浴びせを、耳を使った浴びせってなりましたね。そうですね、今日も見せるんでしょうか。高尾さんは潜り込んでいけるか。制限時間いっぱい、よしみやって今日のぐらいぶつかりました。浴びせいった、いった、浴びせ倒し、ナース藤曲がりの勝ち。ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒してナース藤曲がりの勝ち。積極的ですね、最近浴びせがいいですね。ナース藤曲がり勝って3勝1敗、高尾さん敗れて2勝2敗です。丸山主に陽沢スクリーム。西方丸山主、東前頭11枚目、札幌市出身タック部屋。東方陽沢スクリーム、東前頭8枚目、静岡県出身アンビック部屋。陽沢スクリーム2勝1敗丸山主2勝1敗新入幕です。押し込んでいくか陽沢スクリーム。丸山主は土俵際の粘りもあります。新入幕でも立派な相撲を見せています。ここまでです。制限時間いっぱい、よしみやって今日のぐぶつかりました。前肉な陽沢スクリーム、後ろもたれの体勢残せるか。丸山主残している土俵際、くるくる回りながら陽沢スクリームが出る、出る、突き倒し、陽沢スクリーム勝ちました。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して陽沢スクリームの勝ち。粘っていた丸山主ですがこれも土俵下です。ね、吹っ飛んでますし、陽沢スクリームただ回ってただけなんですけどね。風圧ですかね。あれそうなんでしょうね、まあ、台風ね、この6年、もうユニパックで神相撲はね本場所始まって6年になりますけれども、はい、平成21年の9月からですから6年ちょうどですけど、はい、ね、かつては風圧で倒す力士しのろ山という、ね、はい、くるくるしのろ山という技もありましたしね。これ陽沢台風ですね。あーかもしれませんね、はい、陽沢スクリーム3勝1敗、丸山主敗れて2勝2敗です。東くんに夢の藤娘。西方東くん、西前頭7枚目札幌市出身東くん部屋。
東方夢の藤娘、西前頭八枚目、静岡県出身アンビックベア。さあ三連勝同士ですね。そうですね。ベテラン東くん休場明けで心配されましたけれども、ここまでは元気いっぱいの相撲です。ただここからですよね、問題は。そうですね、東君に関してはね、いつもちょっと前半良くて後半からちょっと失速するっていうことが多いですからね。さあ東君、今日もベテランらしい相撲あるかどうか。夢の藤娘は押し込んでいけるかというところ、初顔合わせ楽しみな一番です。制限時間いっぱい、両親やって今日は殴れ、ぶつかりました。殴れ、さあ両者下がっていく。東君がさ後ろもたれの体勢は残すか、夢の藤娘残しました。土俵際です、両者が土俵際です。土俵際どうか、東君も苦しいが夢の藤娘に軍配です。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して夢の藤娘の勝ち。東君の足が出ています。ちょっとね、まあ両、まあ、東君も回転しながらっていうのはあったんですけども、夢の藤娘の方が耐え切りましたね。夢の藤娘勝って4連勝としています。実力やはりありますね、この力士。ありますね、足腰強いですね。東君は敗れて3勝1敗です。ドスコイ静岡にヨット丸。西方ドスコイ静岡、西前頭6枚目、静岡県出身アンビックベア。東方ヨット丸、西前頭9枚目、神奈川県出身神奈川部屋。幕の内前半最後の一番です。ヨット丸とドスコイ静岡です。ヨット丸が2勝1敗、ドスコイ静岡1勝2敗です。押し合いか、あるいはドスコイ静岡が横を取る、そんな展開もあるのか。幕の内前半は最後の一番、制限時間いっぱいです。両親やって、今日は殴れ。ぶつかりました、前に出るのはドスコイ静岡ですが、すくい投げヨット丸、すくい投げ、残す、出るのはドスコイ静岡です。押し出し、寄り切りです。ドスコイ静岡の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってドスコイ静岡の勝ち。捕まえました。ガッチリ組み合いましたね、これね。ドスコイ静岡も頑張って押していきましたね。途中すくい投げ打ちに行ったヨット丸ですけれども、それは実りませんでした。ドスコイ静岡勝って2勝2敗、敗れてヨット丸2勝2敗です。幕の内前半戦を終えています。牛乳パックで紙相撲、平成27年9月10月場所の4日目です。さあではここで後半の取り組みご覧いただきます。ハッピー新潟庵と青山イルカ池から始まります。千歳ソードマンに中島宮城、備前長船に金太郎侍、富士の牛島3連敗ですね。気になるところ、一式込みとの対戦です。大平川山に銀屏風、富士の牛島は敗れると、あと千歳ソードマンもですね、この一番敗れると休場となってしまいます。魚雷イルカ池に気骨海、備前焼にとっかり大将、3連勝の力士が登場します。大関後楽園に江戸緑も3連勝です。横綱湘南の風が結び前に登場、御殿場富士三世との一番。結びは横綱白石島に福島富士桜が挑戦します。この平幕2人が果たして横綱にどう戦っていくか、あるいは金星を取れるかどうか。この後幕の内後半戦です。